はい、今日はですねこのアサリを使って酒蒸しを作っていきたいと思います。はい、今日はですねこのねアサリを使って酒蒸しを作っていきたいんですけど、もうここにね砂抜きをおすすめしますって書いてあるので砂抜きからやっていきたいと思います。これなんか塩水につけて放置していくとねなんか砂が抜けるらしいんですけど、それだとなんか3時間ぐらい置かないとならないらしいので、今日はね時間がないので50度ぐらいのねお湯で5分ぐらいつけておくと砂が抜けるらしいので、これでねお湯を作っていきたいと思います。これでねお湯を沸かしていきたいと思います。はい、でね今日はこのトレーにかけてね塩を抜いていきます。で重ねない方がいいっていう風にね書いてあったので広げてねいきます。はい、ちょっとねこれお湯が沸いてきたんですけど、もう沸騰しちゃったんですけどね、50度ぐらいっていうね温度らしいので少し冷ましていきたいんですけどね、50度だと指を入れてちょうどいいぐらいですかね。ちょっと水を入れていきます。そうですね、ちょっとお風呂に浸かるぐらい、それもちょっと熱いぐらい50度ね行ってみたいと思います。はい、これでね5分ぐらいつけておくと塩がね出るらしいのでつけていきます。あ、ちょっとこれ生きてるのかな、なんか出てきてますね。ちょっとこの深いところ、はい、ちょっとね5分ぐらい経ったので一応これで砂抜きがねできてるっていう、あ、まあまあ多少、あ、これでも十分砂出てますね、これでね。はい、本当は塩水にねつけて3日ぐらいやっていくといいらしいんですけどね、今日はねこのフライパンこっちの方ね使っていきたいと思います。これにね避けていきましょうかね。はい、こんな形で分けました。はい、あとねこれでね調理していきたいと思います。塩抜きしたアサリなんですけど、これちょっとねバターで炒めていきたいと思います。でこのバターね、カロリーが3分の1ってやつ、これを使っていきます。でまあちょっとね味塩でちょっと味をね整えて、あとはちょっと醤油で軽くね味をつけていきたいと思います。もう焼いてる間にねもうねちょっと水が出てきてるのと、
はい、今バターでね焼いて、もう結構そのままでも美味しそうなんですけど、一応酒蒸しってことなのでちょっとお酒を入れないとっていうことでね、これビールの方ちょっとね今日は入れていきたいと思います。これぐらいですかね。ちょっとビールの匂いがちょっと強いですけど、もういい感じですかね。ちょっとこれにねちょっと塩を入れて、あとね醤油を入れていきたいと思います。これでいいかな。はい、完成です。美味しいです。熱い。はい、こんな感じでね、酒蒸し簡単にできるので、皆さんもやってみてください。